私はキング用心棒だ。仕事をして金をもらう。私にとって用心棒とは他の仕事と何ら変わりない。じゃあ姉ちゃんがいいもの持ってきたよ。嫌い？ここにいたくない。うちに帰りたい。手術が終わったらすぐ退院できるよ。本当？いつ？これが今月の治療費の明細だ。お金ができたら早急に手術にかかった方がいい。これ以上長引かせてはあの子の体が持たないだろう。お姉ちゃん？雪が降ったら家に帰ろうね。絶対だよ。それならクリスマスの模型展に間に合う。やったー。弟のためにも約束は必ず守る。ボス、金はいつもらえるの？心配するな。今回の仕事が終わったらこれまでの分と一緒に払ってやる。その言葉ちゃんと覚えときなよ。坂崎亮明、今日が奴の命日だ。お前に任せたぞ、キング。お兄ちゃんがきっと助けに来るんだから。来ない方がいい。来る。ここに乗り込んできて私を助け出してくれる。はっ、はっ、おりゃあ、きっとお兄ちゃんだわ。もし誘拐されたのがジャンだったら、きっと私も何があろうと助けに行くだろう。ここよ、助けて。ユリ、安心しろ、今行く。助けたいならまず私を倒すんだ。まさか女とは。来い、邪魔する者は全員ぶっ倒す。この男まっすぐな目をしている。そして雑念がない。感じるのは強い意志のみだ。私をあんな雑魚どもと一緒にするなよ。気をつけて。心配するな、兄ちゃんが必ず助け出す。お兄ちゃんがきっと助けに来るんだから。お前は俺に勝てない。俺は絶対にユリを助け出す。弟のためにも約束は必ず守る。お兄ちゃんがきっと助けに来るんだから。兄ちゃんが必ず助け出す。覇王昇降拳。雪が降ったら家に帰ろうね。絶対だよ。こんなに早く雪になるなんて、ジャンががっかりするね。お兄ちゃんありがとう。全部終わったんだね。なぜ私を殺さない？ああ俺にもわからん。だがなんとなくお前はここの人間じゃない気がした。目が他の奴らと違う。お兄ちゃん、怪我大丈夫？あ、お前な、助けてやったお兄様になってこと。
もうギャーギャーうるさい。ねえお兄ちゃん、お腹すいた。彼らの背を見てふと気づいた。私とジャーの人生にも他の道があるという。おい、急に止まんなよ。京さん、京さん、アテナです。アテナ、そっちはどうだ。ちょっとトラブルがあったけど、もう大丈夫。消えた格闘家たちに気をつけて。ああ、国章に操られているようだ。だが国章を壊せばみんな正気に戻る。京さんからそう離れていない場所に邪悪な魂のエネルギーを感じます。多分十字の方向、200メートル先。わかった。あの国章ってやつ、あんなに力がアップするなんて一体どうなってんだ。何にしても彼女たちを倒さなきゃアンディを助けられない。パワーウェーブアッパうん、ああ、
突き当たりを左に曲がって、そのまま進んで。ああ、もう頭くるな。あちこちほこりまみれじゃねえか。黙ってろ。そこです。私が感じた邪悪な魂の力はその先から来ている。やっと足を伸ばせる。お？お前睨まれてね？金でも借りた？そうか！あのロリックに手出したな。雪に言いつけて。国章で凶暴化してるんだ。え？凶暴か？マジかよ。おい、ロバート。おー、小僧て、うん、はっ、結構人客、じゃあ稲妻三段蹴り。どう、てめえの相手も俺だ。この中で最強だからな。ダイバ、彫刻を壊せ。二人は俺が。うん、よくもこの美しい顔に傷をつけやがったな。マジ許せん。凶暴化してると言っただろ。お前は寮を引き離せ。やだね。こいつは俺が倒すんだ。ぜーだくあのバカ。サミー、彫刻を壊せ。うん、よかった、もう生きて会えないかと思ったじゃねえか。痛いよ。今日テリーたちがいたぞ。
助かったよ。ありがとう。俺には？怪我はひどいのか？ハイドルは？船に来てすぐ別れた。おそらくブリッジに行ったはずだ。全ての答えはブリッジにあるようだ。ベニマル、ダイモン、お前たちはみんなを守れ。俺は上に行く。おい、天才パートナーを連れて行かなきゃダメだろうが。ここはダイモンだけで大丈夫。いつ何が出てくるかわからない。それにあの怪我を見ろよ。お前みたいな知性と美貌を併せ持つ一流格闘家がいないとダイモンだけじゃ無理だな。あダイモン、嘘ってバレバレだよ。実際今の俺じゃ役に立たないのはわかってるし。ああ仕方ねえや、怪我人の面倒を見るとするか。今日負けるなよ。お前が負けていいのはこの俺だけだ。わかってるよバーカ。待て、今日俺も共に行く。でもその怪我じゃ大丈夫。分かった。兄さん気をつけて。開きました。ルガール様、装置は用意できてます。予定では集めた格闘エネルギーをあの方に持っていくはずですが、なぜまだ残して。私に指図する気か？いいえ、ちょっと心配で。させる方法さえ分かればよいのだ。そうすればあいつなど敵ではない。この私がついに世界最強となるのだ。はい、さすがルガール様。ゆっくりとこっちを向け。動くな。動くなと言ってるだろう。お前があるか。
二人だけか。そうだよおっさん、あんたの目は節穴か、見りゃわかるだろ。おっさん変わった趣味してんな。世界で最も完璧な芸術品だ。君にはこの価値が分かるまい。日の光には夜の闇の深さが永遠に理解できない。それと同じことだ。だが構いはしない。もうすぐ君たちも芸術品の仲間入りだ。何を寝ぼけたこと言ってやがる。人を殺すという行為は経験を積むにつれ神聖なものと、私のコレクションに加わることができて光栄だと思え。ギースの烈風剣。カイザーウェイ。お前たちは弱すぎる。これで終わるとは。この証拠さえあればついに奴を逮捕できる。船内の監視カメラを全て起動させろ。クラーク、今すぐ本部に連絡だ。応援を要請してくれ。こいつらは私に倒された世界中のゴミクズどもだ。イカれてる。国章で KOF 参加者の理性を奪い殺し合わせたのもこのためか。これを作るためだったのか。いやいやいや、それは私の好みじゃない。私は自らの力で殺す。死ぬがいい。烈風剣。Get out of that! Christian!
あんなのはただの悪趣味おやつだ。何が強いもんか。構造構造になればそんな憎まれ口も叩けなくなるぞ。カイザーウェイ。ロースカッター。ハイデル、舐めた真似をしてくれるじゃないか。しかし私のカイザーウェイブを弾くとは偉いぞ。褒めてやる。私は貴様を倒すことだけを考えて生きてきた。お前ごときそれができるかな。せめてもの情けにそれぞれの技で引導を渡してやろう。まずはお前からだ。はい、次は最後は三種の神草薙流の継承者天才格闘家。残りは俺だけだ。もったいつけんな悪趣味親父。構造めが死に際に来たまで生意気な。課長戦覚めるとは。どうやら国将はお前たちの力を奪いきれなかったようだな。何しに来たんだこのバカ。バカだと？お前があのおっさんにやられてるって聞いてわざわざ助けに来たんだろうが。大きなお世話だ。まったく無駄口の多いやつばかりだな。まとめて死ね。ラルフたちは1階の甲板で待ってる。もうすぐ応援も来るってさ。悪趣味なだけかと思ったら意外と強かったな。けどここ瓦礫の山だな。一人も逃がすものか。
私は負けるはずがない。我が体内の命の血と融合するのだ。最強の体を器に無限の力を呼び覚ませ。早く止めなきゃ。これが不死不滅というものなのか。みんな逃げろ。さすがにやばい。私を止められる者はもういない。誰だ。明明之间，余生到此，我将。
けた僕が今持っている燃え上がる炎を止まらないバトルをずっと進むために今も戦ってる。さあ目の前の記憶は変わり出している僕らのデスティニー、たとえこの世界が滅んでしまって全てを失っても、僕は君だけのために続ける。そしてこの全てを守りたいよ。切り替える世界は僕の全てだから。私が負けるはずがない。我が体内のオロチの血と融合するのだ。最強の体を器に無限の力を呼び覚ませ。オロチの血が黒潮の凶暴な力と溶け合ってるわ。早く止めなきゃ。素晴らしい。これが不死不滅というものなのか。神の力を手に入れたぞ。なんて速さだ。ないじゃないか。さてはあの女の仕業か。おいおっさん、探し物なら後にしろ。俺の時間を無駄にすんじゃねえ。ゴー、さすがにやばい。おい今日ふざけんな。負けんなよ。お前が負けていいのはな、このベニマル様だけだ。今日、起きろ。今日、今日さん、あなたが頼りなんです。私を止められる者はもういない。カモンカモン、お前ごときだ。私たちはおい、バカ野郎。ほら、起きろ。情けねえぞ。あんな奴倒せねえのか。誰だ。仕方ねえな。よく見とけ。なあ！食らいやがれ！そうか。ならばまとめて死ぬがいい。ん？てめえの相手は。この俺だ。新しい力に目覚めたぜ。私は神の力を手に入れたのだ。貴様など敵ではない。神が相手だ。だからどうした。俺の炎でてめえを燃やし尽くしてやる。ホットプレス。
もう大丈夫だ、心配ない。全員無事に避難できたのか？そうか、よかった。全員道連れだ。何がよ！それでは戻るとしよう。はあ、やっとこそ帰れるよ。俺疲れた。一人で全部やりましたみたいに言ってんじゃねえよ。なんだとこの恩知らず。俺たちが助けてやったからあいつを倒せたんだぞ。そこんとこ忘れんなよ。他のみんなは助けてくれたけど、お前は。なんだよ。やめとく。おい、俺はどうなんだよ。はっきりと言え。ベニマル様がいなきゃ自分はとっくにボロボロになってましたってな。よくやってくれました。失踪する残酷な美貌。吹きさぶ風、どうしてこんな男を助けたりするの？こいつはずっと前からオロチの力を狙ってた。どんなに強くなったとしても、駒は所詮駒に過ぎません。彼はどうでした？強かった。何より侮れないのはその潜在能力ね。さすがは三種の神器の血脈だ。さあ、この力を召し上がってください、我が主よ。
何もかも俺が終わらせてやる。在。